はい、こんにちは、シャスカです。今回は恋愛のための7つのアファメーションという、教材をご紹介したいと思います。講師は石井博之先生です。で、私もですね、コーチングということで依頼を受けてですね、クライアントの相談に乗ってきているんですけれども、入り口はですね、私に実際お金を払ってくださる方のその取っかかりとしてはですね、インターネットビジネス、特にアフィリエイトを教えてほしいということで、入っていらっしゃる方が一番多いんですね。それだけやっぱり教えることができる方っていうのが少ないからだと思うんですけれども、アフィリエイトを教えてほしいということで、私が最初3ヶ月間、コンサルなりコーチングをさせていただくっていう機会が多いわけです。ところがその3ヶ月からさらに続いてですね、4ヶ月5ヶ月6ヶ月っていう形でお付き合いが深くなっていくとですね、最初はそのインターネットを活用したアフィリエイトだった話がですね、どんどん深くなっていって、人間関係、特に男女間のお話になることがすごく多いんですね。実は今一番切実なのはっていうことで、例えばその今未婚の方だったら、実は婚活中なので、結婚したいとか、もしくは夫婦間の話だとか、もしくはもう実際は離婚を考えていますとか、いずれにしても男女間のお話っていうのが一番最終的には多いっていうか、そこが一番根っこになっている場合が多かったです。やっぱり男女っていうのはもう全くですね、同じ人間なんですけどかなり違うので、やっぱりその男女でのいい人間関係を築くっていうそののっていうのは一番難しいことなんだろうなっていうふうに私も感じています。で、そうした時にですね、やっぱりじゃあ恋愛っていうのに、その人の人間関係の全ての問題なりが集約されていっているわけです。で、潜在意識っていう視点から見た時にですね、全ては一つっていうか、例えばお金だけが問題だとか、人間関係だけが問題だとか、健康だけが問題だとか、夫婦間の問題だけが問題だっていう、そのバラバラ分かれているものではなくて、一体になってですね、うまくいってる時っていうのは全部うまくいってる、うまくいかない時は何もかもうまくいってないように感じるっていうのが私たち人間で、その一番枝葉とか幹じゃなくて最終的な根っこになっているのがおそらく男女関係なんだと思います。なので、男女関係がうまくいくと結局精神的な安定っていうのが一番大きく得られるので、他の分野、健康とか他の人間関係とか、健康、人間関係、お金、そういったものもどんどん良くなっていくし、逆にそこの男女間ですね、そう、恋人との関係とか、夫婦間の関係っていうのが危うくなってくると、他の分野っていうのもどんどん厳しくなっていく。やっぱり頭の中でですね、自分の脳っていうのは一時期に一個のことしか考えられないので、どうしても頭の中でそのパートナーのことを考えることっていうのがすごく時間として長くなっていくっていうのが、プラスにもマイナスにも触れていくっていうことだと思います。で、石井博之先生はですね、すごく本当は優しい方で、もともとセラピストですから、一見教材ではですね、すごくパワフルで、こう相手をこう圧倒するような感じを受ける先生なんですけど、実は本当の石井博之先生っていう方はすごく優しくて愛にあふれていてですね、やっぱりセラピストという形で相手をこう癒すっていう、しかも言葉で癒すっていう専門家なので、こういう恋愛とかっていうテーマがですね、一番この石井先生らしい、お話が聞けるテーマだと言えます。本当の石井博之先生のその素の優しさ、素の温かさっていうのを感じることができるのが、この恋愛のための7つのアファメーションという教材だというふうに思っています。なのでですね、実際人間生きている間ですね、絶対に男女間の関係、男女間の人間関係っていうのは、ある意味生きている間ずっとテーマだと思いますので、じゃあそれを潜在意識っていう視点から見たときに、どういうふうに考えていけばいい男女間の関係、
が結んでいけるんだろうかっていうことをですね、音声教材 CD ですので、まあ、繰り返し繰り返し繰り返し聞く中でですね、ぜひあなたのものにしていただいて、あなたがですね、まあ、幸せっていうのを最愛のパートナーと一緒に、過ごせていくきっかけの教材にしていただきたいなと思っています。この教材のですね、詳しい説明に関しては、この動画の下の URL をクリックしていただければ、教材の紹介ページをご覧いただくことができるので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、今回は恋愛のための7つのアファメーションという教材をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。